今回はこちらのターコイズネイルをやっていきたいと思います。とっても夏に人気なデザインです。ぜひ簡単なので皆さんもやってみてください。今回はこちらの左のブルー系の定番なターコイズをやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、では今回使うお色はこちらのお色になります。ベースの色はこちらの2色の中間の色を使っていきます。なので混ぜて作っていきます。ではベースを塗っていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では2度塗りしていきます。ではライトに入れていきます。はい、ではこちらの上にハードジェルをのせていきます。ハードジェルを薄く塗ることによって筆の滑りが良くなるので線がとっても描きやすくなります。はい、ではこちらの上に黒い線を描いていきたいと思います。使う筆はこういった感じの細めの筆を使っていきます。では細い線を描いていきます。立体感を出すにはこの先ほど描いた線の横にさらにまた細い線を描いていくとちょっと立体っぽくなります。はい、では次にもう少しリアル感を出すためにこちらにある濃い茶色を塗っていきたいと思います。ちょっとベースジェルと合わせていきます。線の上に軽くのせていきます。
ールドで加工ことによってデザインが引き締まるので、私は結構加工デザインが好きです。ではライトに入れていきます。はい、では次に、ではこの辺に箔をつけていきます。ちょっと箱を置くことによってすごく高級感のあるデザインに仕上がります。はい、ではこんな感じでライトに入れていきます。はい、では仕上げはこちらのノンワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。とっても簡単なのにすごい夏らしい可愛いデザインに仕上がります。皆さんもこの夏試してみてください。ネイリストリサでした。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。